で、皆さん、リーダーナイトは実はね、あんまりやらないです。なんでかっていうと、僕のこのパートナーのリーダーはとっても気まぐれなので、あんまりね、ショーの中で活躍するシーンが、ね、少ないです。やってくれたり、やってくれなかったりする、すごい気まぐれな子なので、例えばジャンプをしてねって合図を出しても全然ジャンプをしなかったり、逆に合図を出してないで勝手にジャンプをしたり、すごい気まぐれな子なんです。でも僕はね、そのみんなの気まぐれな感じがすごい好きで、江戸水で生活している唯一の花本堂になります。で、みんなで、江戸水歴28年です。28年前に江戸水に来ました。このね、お客様の中で28歳以下の方たくさんいると思うんですけど、28歳以下の方が生まれる前からみんなはずっとここ江戸水で生活をしています。で、みんな自然で皆さんに顔が見よく見えるようにして左側まで行ってみようか。はい、行くよー。しゃがんでねー。そこでも可愛い顔しますね。すごいね、特徴的な顔なので皆さんすぐ覚えてくれると思います。はい、よ、みんな。で、動きもとってものんびりしています。他のイルカたちは皆さんが想像しているみたいにすごいね、キビキビ動くてかっこいい動きが得意なんですけど、ビーナーの動きは本当に癒されます。じゃあね、よくこのビーナーナイトでやるんですけど、他のイルカたちにね、くるくる回ってもらって、その後にビーナーがくるくる回ります。全然ね、スピードが違うんです。じゃあ、ハートイルカやね、ステーラーもちょっと回ってみてもらえるかな。さあ、みんなね、すごい上手に回ってますよね。じゃあ、ビーナー、ビーナーもちょっと回ってみようか。みんなありがとう。じゃあ、ビーナー行くよ。じゃあ、ビーナーのペースでいいからね。はい、回ってー。すーごい、一周回るのに時間かかってます。止まりそう、ビーナー。もう一周行ってみようか。もう一周。口がパクパクしてるけど、ビーナー。回れるかな。はい、回ってー。なんとか2周できましたね。ありがとうございます。しまいました。でもね、よかったよ、みんな。で、やっぱりね、ミーナはこれのんびりしてる性格なので、あんまり喧嘩とかはね、好きじゃありません。他のイルカたちとのんびり泳ぐのが好きです。で、特に仲がいいのは一番左側にいるホキ本堂のセーラーです。セーラーも28年前に江戸水に来たので同期です。いつもね、セーラーとミーナ一緒にいるよね、おじさん。何かあるとね、ずっと一緒にいるね。プールの中で糸でじっと沈んでたり、浮いてたり、何をするにも何かしらミーナとセーラー一緒にいること多いね。そうだよね。セーラーが一緒にいるとミーナも落ち着くみたいで、後ろのね、プールに行くのもセーラーと一緒じゃないとね、たまにミーナ行かない時もあるんです。セーラーがね、ついてこないと不安みたいです。ね、ミーナで、ミーナのね、あと僕好きな動きの中で、口先から水しぶきを上げる動きがあるんですけど、ちょっとしか上がらないんです。なので皆さん、よく口先見ててください。みんなできるかな、いくよ。水しぶき上げて。はい、水しぶき。それじゃない、みんなうなずいてるよ、それ。みんな、水しぶき。はい、わかりました、皆さん。はい、ちょっと上がってます。みんな、OK、いいよ。今日はね、だいぶ多かったです。上の方わかりましたよね。これ、上の方わからないぐらい少ない時もあるんです。で、みんな、で、あと、今日ね、ショーの後半で他のイルカたちと一緒に息を合わせた連続コンビネーションがあるんですけど、リーナ、今日そこでステージに上がるね、大役があります。で、これ上がるか上がらないか正直分かりません。なので皆さん、もしリーナがステージに他のイルカたちと上がることができたら、もうね、大きな拍手で褒めてあげてください。でも上がらない確率の方が高いです。じゃあみんな、ステージでスタンバイしてきてね。皆さん、ビーナ以外にもね、他のメンバーに活躍してくれますけど、今日はぜひビーナがステージに上がるか注目してください。では皆さんもここからは大きな手拍子で一緒に勝利に参加しましょう。それでは、行ってみよう。
ヒラリー、こちらはサム。そして皆さん今日の主役です。しっかりとステージに上がってきてくれました、ギーナです。ギーナよかったよ。サム来てくれたんだね、ありがとうございます。皆さんこれでね、もうギーナのこと忘れないと思います。そしてエゴスイにはパリもたくさんのメンバーがいるので、次来た時にはまた別の誰かを紹介します。で今日はちょっとね、ショーの時間が短いミニパフォーマンスでしたが、エゴスイでは日中絆ノルベリアというもっと長いショーも行っていますので、こちらもぜひご覧ください。どうもありがとうございました。